はじめけ一は中華人民共和国の関東省に位置する地球市。廃イ広場新世界花園団地、旗以前のはじめ喜びは百越の居住地であり、新代の紀元前214年に始皇帝の百越討伐後は、はじめ喜びは新設された南海軍四海県の管轄とされた。その後南越国が成立すると、長太により相互国が設置され、 南越国の属国とされた。全館が南越国を滅亡させると、現在の初め敬一中心部及び紅葉市地区に紅葉県を設置、相互軍の管轄とされた。589年、随朝は丹州を設置、紅葉県丹経県などの旧県を管轄した。607年、中世の廃止に伴い、信康軍と解消されたが、 当初部特年間には再び短州に戻されている。742年、現に一旦紅葉用軍とされたが758年に再び短州とされた。1101年、総長は短州に京喜び節度詞を設置。1113年には短州は京喜び府に改変。さらに1118年には初め系府と解消されている。百六十四年、 明朝は、両高総督府を、厚生省青切州より移転、1746年に成長により、甲州に移転するまでの182年間、峰南の政治的中心として発展した。民末の1646年、主流郎が、はじめ系府省アングルとして、南米皇帝として即位し、阪神運動の拠点とされたことがある。 新大では小都府の中間行政組織として、密制が施行され、はじめ計地区には文巡、はじめら道、文巡、長春ら道、文巡、高はじめら道などが設置されたが、道代は、はじめ喜びとされた。1911年、新外革命が発生すると、はじめら軍政文府、長春ら陳述書、西北軍、水税院業書などが、はじめ喜びに設置された。 1936年、関東省第二行政正しさ指定員公署が設置され12県を管轄した。中華人民共和国が成立すると、はじめけいち人民政府及びはじめけいちく、行政公署の駐在地とされた。1988年3月、はじめけいちが召喚市に昇格すると、丹州、帝国の2区、高華舐め、高安市、4回、新港。 ラタダシ、クモウキ、特計、う南みなみ、ふうひけ、ふ州の10県を管轄した。1995年、クモウキ、ラタダシ、宇つ南、新港の4県は、はじめ慶1より分割され、クモウキ市が新設された。関東省の中西部に位置し、新園市、富つさ市、クモウキ市、厚生地湾族自治区に接する。三市かつく、一研級。 市四県を管轄する。西江泉区公用、泉区はじめ系地区、はじめ系一鉄道道路。ありがとうございます。